こんにちは。エステティシャンの映画だ話、今日はドアロックについておしゃべりしていきたいと思います。で、これ、あらすじなんですけれども、都会のマンションで一人暮らしをする女性に降りかかる恐怖を描いた韓国発のサスペンススリラー。都心の古びたマンションに一人で暮らす銀行員の女性、ギョンミン。ある朝、ドアロックのナンバーキーに不審な粉が付着していることに気づき、念のためパスワードを変更する。帰宅後に部屋でくつろいでいると、何者かが突然ドアロックを操作し、ドアノブを荒々しく回し始める。恐怖に駆られたギョンミンは警察に通報するが、被害がないため取り合ってもらえない。やがてギョンミンの部屋で身に覚えのないタバコの吸い殻が落ちていたり、便座が上がっていたりと、不審な痕跡が次々と見つかる。仕事も手につかなくなり、新たな引っ越し先を探し始める中、ギョンミンの部屋で変死体が発見され、ということで、まあ、ネットフリックスで見たんですけれども、まあ、サスペンススリラーってなってるんですけど、これも犯人すぐわかります、見たら。これ出てきた瞬間に多分わかります。サスペンスが結構好きで、ご覧になっている方は。これなんですぐ分かったのかなと思うんですけど、まあ、結構その設定がマンションで、みたいな。で、入れる人が限られててとか、なんか、ってなると、まあ、みたいな。多分この人だなっていう。で、取り方は別になんていうか、格段その人を犯人ですよってもちろん映してるわけじゃないんですけど、多分見慣れてる人だったら、いや、絶対すぐわかると思うんですよね。もう多分始まって10分もしないうちに、あ、この人犯人だってなるんですよ。で、今回はそんなことが言いたいわけじゃなくて、もういいんです。犯人がどうとかはいいです。そんなことより、その、ギョンミンさんというね、ギョンミンさん自身の、こういうふうにね、映画 .com とかの、写真に出てくる感じとか、あと、ジャケ写っていうんですか？あるじゃないですか。この感じ見ると、あんまりわかんないんですけど、その、ドアロックの映画の中で、ギョンミンさんがめちゃくちゃモテるっていうか、もう言い寄られるんですよ。男の人に。で、まず職場、この方銀行の契約社員みたいな設定なんですけど、その課長に結構、まあ、ひいきしてもらうという言い方あれですけど、まあ評価してもらってて、で、その男性のね、課長の推薦もあって、契約社員じゃなくて、その、ずっと、まあ、契約ずっと終身雇用っていうんですか、契約期間設けずに働けるようにしてもらったりとかしてて、とかお客さんに、まあ、変わったお客さんなんですけど、言い寄られちゃったりとか、まあ、とにかく隙がある感じというかね。で、まあ、どこがやっぱこの男性を、まあ、映画内ですけれども、引きつけるんだろうかって考えたら、まずね、どこか疲れた感じであるという。で、頭痛がしたりとかね、して。まあ、その頭痛の原因っていうのも、まあ、ギョンミンさんのせいじゃなくて、その、要は男がですね、侵入してきて、それで、夜ずっと好きに、過ごしてるんですけど、クロロホルムですか？あれ。を吸わせてるんで、まあ、強制的に眠らせてるわけですよね。なんで多分その影響で多分頭痛起きてるんですけど、その頭痛起きてる感じとかが、まずちょっと疲れてる。元気いっぱいではないんですよ。で、元気いっぱいで、まあ、どうもですみたいな感じじゃないんだけど、でも話しかけると、あ、どうもですみたいな、あ、はいみたいな、誰に対してもちゃんと笑顔で、返して、存在な対応しないんですよ。まあ、育ちがいいというかね。礼儀がちゃんとしてるんでしょうけど。で、まあ、笑顔だし、かといって、まあ、いいも悪いも言わないというか、あー、みたいな。そうですね、みたいな。もう、はっきりしないんですよ、態度は。
で、結果なんかいけそうな感じがするっていう、このなんていうかこの流れが、だってもちろんそのギョンミンさん、こう写真で見るとそんなになんか、そうかなって感じですよ。なんか映像で見るとなんか綺麗な感じ。ちょっとこう、髪が長くてみたいな。こう、大人のこう、色気があるみたいな。なんかちょっと安入な。ちょっと頭痛持ちの感じがこう、安入さ出してるみたいな。だから、私の周りにはですね、こういうタイプの人はいないので、ちょっと間近では見たことないんですけど、きっとこう、隙がある感じっていう。まあ、今流行りの感じとあざといっていうんですかね。まあ、あざとさがある感じ。でも本人は別に、それを狙ってやってるわけじゃなくて、まあ、勝手にその男性が勘違いするというか、いけそうみたいに思う感じ。これが見事でしたね。すごい、あ、こういうことなんだっていうね。だから、ハキハキしてちゃいけないんだな、みたいな。ハキハキがね、好きな男性ももちろんいると思うんですけど、こう、なんか、ね、あ、松本まりかさん、みたいな。松本まりかさんまで行くと、ちょっと仕掛けられてる感じするんですけど、ギョンミンさんは仕掛けられてる感じしなかったんですよね。だからこの様がいいんだなっていうね。だからもうサスペンス、スリラーとかもそっちのけでそのギョンミンさんのあの感じにこう、ああ、なるほど、なるほどっていうね。なんか勉強になりますっていう感じがね、しました。で、犯人の人が、犯人の人と、まあ最後、格闘すると1対1で、こう、まあ結構捉えられちゃって、ギョンミンさんが犯人に。で、その一生懸命逃げようとかするときに、犯人が、君の周りには男が多すぎるっていうセリフがあるんですけど、まあそうですよね、と。まあ犯人はね、ギョンミンさんのことをこう、独り占めにしたくて、あの、ね、捕まえてるんで、いや、心からの言葉でこれが良かったなっていう。サスペンススリラーっていうか、この恋愛ものっていう感じがしましたね。はい。うん。なんか、ちょっと多分、本来の監督の意図とは違う楽しみ方を私はしてしまってるんですけど。で、なんで犯人すぐ分かったかなって、まあ、いろいろ考えてみて、まあ、もちろんサスペンス見慣れてるっていうのもあるんですけど、このアジア系の顔っていうのはやっぱ区別つきやすいというか、まあ慣れてますよね。見慣れてますから。それもあるのかなと。登場人物は決して少なくはないんですけど、やっぱこうドラゴンタトゥーの時はもう本当にパニックでしたから、もう誰が誰かちょっとわかんなかった。まあ登場人物は一族出てくるんでね、あれ多いんですけど、それにしてもやっぱ欧米系の人っていうのは顔がちょっとやっぱり、慣れてないか、せいか、もう本当に、誰が誰かだったんで。で、それもあってちょっと犯人すぐ分かっちゃったのかもしれません、なんか。はい。まあ、っていうことで、まあ、サスペンススリラーっていうよりも、本当に、うん、恋愛映画みたいな、ちょっと側面というかね、この、女性の仕草というかね、なんか、こう、色気のある言動みたいなのがですね、こうちょっと見れたなっていう。はい。だからそれを狙って作ってない映画の中に出てるっていうのはまた自然でいいのかもしれません、これは。で、あのね、最後の格闘のシーンでですね、こうバーンってなんかタンスの枠組みみたいな、タンスなのかな？ベッドなの？よくわかんないですけど、タンスか。なんかバーンって倒れてきて、この、なんか、多分ね、その、ここが、だから、こう、そう、バーンって倒れてきて、で、こう、だから三面は埋まってるんですよね。縦、こう、こう倒れてきた側は開いてるんですけど、それ以外の面が、こう、板で閉じられてる状態の、なんか枠、木の枠、バーンって、その、ギョンミンさんと犯人が閉じ込められちゃって、で、そこでの格闘シーンがあるんですけど、あれは結構見物というか、面白かったですね。犯人は、こう、手挟められて、
身動き取れなくなってるうちに、ちょっとなんとかこう、ギョンミンさん逃げようと思うんだけど、そうこうしてると手がこう、グイッと取れて、殺されそうになって、どうにかとこうにか、最後、倒すんですけど、出っ張ってた木の、出っ張った釘で、によってこう、倒すんですけど、グーンってやって、犯人を押しのけて。なんかその格闘シーンは、なんか面白いなって思いましたね。あとも結構残忍なシーンいろいろあるんですけど、ちゃんとは、その残忍なシーンとか、ドキドキするんですよ。初めてその犯人のアジトにこう潜り込んだ時とか、わあ、見つかっちゃうみたいな、そのお決まりの感じとか、あるんですけど、まあそんなことよりもギョンミンさんというね、ギョンミンさんの、その、はんなりした感じがすごかったですね。で、103分なんで。だからもう実質90分台。いや、結構、さささと楽しめて。あとは、警察が、ね、こういう映画にありがちです。警察が本当に役に立ってないっていうかね。そういう感じもありましたけど。サスペンススリラーじゃない楽しみ方ができたんで、よかったなと思ってます。皆さんもよかったら見てみてください。終わりです。